充電するときは、これですね。この付属についてくる USB とミニ USB、 このケーブルを、iPad についてきた充電器に差し込みます。で、コンセントに入れて、iPad と接続します。あ、いや、iPad に刺さってるちょいテレですね。ここに、ちょいテレの穴のところに、このミニ USB ケーブルを差し込みます。差し込むと、このように、充電中を示す赤いランプがつきます。で、これで、説明書によると、2時間30分ですね、充電時間が。それで、2時間の使用が可能ということになってます。まあ、2時間半もちょっと充電して、2時間というのはちょっと短いような気もしますけどね。まあ、しょうがないですね。で、ちなみに、充電しながらでもテレビの方は閲覧できます。ただその場合は、充電時間に少しね、時間かかりますので、その辺はまあ、それぞれ、その場その場で、ちょっと選んでいきたいと思います。